ドジャース入りした大谷翔平投手のグッズ争奪戦が各地で起きている。米オークションサイト eBay では高額の大谷カードが相次いで出品。12月29日、日本時間30日午前9時30分の時点で即決価格57万5000ドル、約8100万円で出品されているものもあった。写真、超高額出品も 大谷とルースが書かれた激レアの野球カード大谷のドジャース入りが決まり、本拠地ドジャースタジアムのチケット価格が高騰し、ユニフォームの発売から48時間以内の売り上げも史上最高記録を樹立していた。その余波はカードの出品にも、ベイブ・ルース昌平大谷直筆サイン1分の1カードが57万5000ドル、約8100万円で出品されていた。 二番目に高かったのは、2018年父の日商兵大谷直筆サイン一分の一カード、で即決価格は56万ドル、約7900万円。また、普通のトレーディングカード、である、2022年商平大谷直筆サインカード、が31万4550ドル、約4400万円、で出品されているケースも、これは米官邸機関、 BGS で最高の状態である10分の10の評価を受けていたため異次元の価格となっていた。